そのままくたばれ、暴きよ。そして鏡の外のジョフノは、俺がこうやって近づいていこうとしているのさえ気づいてはいない。ジョルノ、てめえ早く行け。鏡の中で叫んだって聞こえねえだろうがよ。ジョルノ本体だけ入ることを許可する。死ねえジョルノ。何こいつバカなウイルスだ。畜生このガキ風邪して入ってきやがった。正気か、てめえも死ぬぞ。ウーゴのパープルヘイズで畜生なんてことしやがるんだ。こんな真似しやがって。だがマインザミラーの世界なら俺も覚悟はいるが、まだ遅くない。マインザミラー、俺だけが外に出ることを許可しろ。だがウイルスは許可しない。外に、鏡の外に逃げられた。ジョルノ、お前がせっかく自分の身を犠牲にしてここまで入ってきたのに。出たか、鏡の外に。やはり出て逃げると思いました。フーゴ、外に出たということはパープルヘイズで追跡できる。奴にとどめを。そうか、分かったぜジョルノ。それを利用する。やつを倒せる。外に出てきたっていうのに、こんな、ここ、マインザミラー、この木を守りきることが僕たちの使命。ウイルスのカプセル。
やったぞ。鏡から出れた。奴の能力は消滅した。奴は倒したが、パープルヘイズのウイルスはもうお前の全身に増殖して回りつつある。感染したら僕にもどうすることもできない。ええ、フーゴ。ですからこれがいいんですよ。奴が鏡の外に出てくれたのがいいんです。汚染された僕を鏡の中に引きずり込んだ時点で奴の敗北は決定したんです。僕が死ぬより先に鏡の世界が解除されたので、僕は死ぬ前にこの蛇に会うことができたんですからね。その蛇、ひょっとして死んでないぞ。パープルヘイズのウイルスの中にいるのに生きている。この蛇はウイルスの場所のレンガからあえて生まれさせた蛇です。ウイルスだらけの場所から生まれてきて発病しない生き物なんで、その蛇には免疫力がある。そして免疫を持つその生き物の細胞や血液からはウイルスの増殖を止めるワクチンが獲得できる。ゴールドエクスペリエンス。このヘビの血液からワクチンを取り出し僕の体に注入しろ。こいつとんでもないことを考え実行するやつだ。ジョルノ、お前の命がけの行動、僕は敬意を表する。いえ、ウーゴさん、僕はただ予想通りに行動しただけ。敵が外に逃げるのも予想してたし、ヘビがワクチンを作ってくれるだろうということも予想してました。命がけというのはアバキオのことです。今彼は重傷のはずです。命がどうなろうとキーを守ったのは彼であり、そしてアバキオがここまでキーを運んでくれなかったら敵は倒せなかった。それより早く犬の愉快のところにあるキーを取りに行ってください。わかった、ジョルノ。くそ、ジョルノ、ボゴボゴにぶん殴ってやろうと思ったが、俺がこんなんじゃそれもできねえか。いずれってことにしといてやるぜ。あったぜ、指令のキーはゲットした。